はい、今回はポケットモンスターアルファサファイアをやっていきたいと思います。前回の続きからやっていきたいと思います。で、前回はこのジムリーダーじゃなくて四天王と対戦して勝ちました。で、三つ目といきたいと思います。三つ目はね、プリムかな。三つ目は氷タイプなので、格闘か岩というそういう技っていうかタイプでいけば、まあ一応勝てるって書いてあったので、ポテマルでいきたいと思います。炎とかもいいんですけど、なんか最後にトドゼルガかな、それ出してくるんですよね。トドゼルガは氷と水なので、火はね効果今一つなので、そこだけはちょっと注意して、まあトドゼルガだけだと思うんですけどね、水タイプは確か。意外とこのポケモンリーグって格闘技を持ってればほとんどいけるみたいですね。ここまで全部格闘技っていうかポテマルで勝ってるので、はい、こう3つ目、対戦プリム鬼氷来たね。いけポテマル。当てみ投げ、光の壁か。よし、効果抜群で倒しました。次は2体目。2体目は誰だ。オオスバメはレベル47、ラティアスはレベル44、雪目の子。あれ、確か雪目の子って、あれ雪目の子って氷とゴーストだっけ。だから格闘って大丈夫かな。まあ一応行ってみます。これやっぱ効果ないよね。だから、これはラグラージにしときます。あれ、だけどゴーストだから悪タイプでもいけたか。まあいいや。岩なだれ。混乱。当たらなかった。うわ、ちょっと難しくなるな、この雪目の子は。さらに混乱だからね。さらにあられ、やばい。もう一回吹雪か。オレンの実です。うわ、やばいじゃんこれ。さらにあられ、これはちょっと回復かな。すごい、傷薬を使います。まあ、一応ポテマルでもいけるか。だって悪タイプのね、技があるので。急所に当たった。ちょっとやばい。岩なだれ。耐えろ。よし、耐えた。よし、やっと来たよ。あ、残ったの？またちょっとこれは、回復しないとやばい。アイテムを使ってきたか。よし。
イワナダレ。またあられか。よし、混乱が解けた。残ったね。これ濁流でもいいかな。あ、また使ってきたか。当たらない。イワナダレ。うわ、また来たー。うわ、もうこれはちょっとボテ丸に戻します。よし、耐えた。急所に当たった。ちょっとポテマルもやばいね。じゃあポテマルにすごい傷薬を使います。怪しい光。叩き落とす。よし、やっと倒せた。またか。入れ替える。ラグラージにして、岩なだれね、岩なだれで倒したいと思います。岩なだれ。うわ、また当たらない。ラグラージにすごい傷薬。意外と一番強かったのかな、雪目の子って。じゃあもう一回。うわ、またじゃ、なんで。じゃあポテマルに戻して、混乱は解けたね。やばい、急所に当たった。叩き落とす。よし、当たらなかった。オッケー。ちょっと残ったね。使います。叩き落とす。うわ、当たらない。どんだけ当たらないんだよ。最後だよこれ。あとで一応回復しよっかな。叩き落とすを。これで倒した、絶対。よし、レベルアップ。ラグラージはレベル56。ガムシャラか。
ちょっと見ようかな。相手の HP が自分の HP と同じぐらい、くらいになるようにダメージを与える。ということは、こっちが HP が5とかだったら相手も5になるってことかな。まあ一応忘れさせません。次は、トドゼルガ。これでいこう。その前にちょっと回復をしたいです。使おう。一番使ったね、すごい傷薬。この、視点王で。ポテマル王装。これはインファイトでいこうかな。耐えろ、耐えろ、耐えろよ。倒された。急所に当たったのかよ。まあメタグロスでいくか。メタグロスもいるので、メガ進化でアームハンマー。メガ進化。オッケー。もう一回、アームハンマー。勝った。これで最後でしょ？それかもう一体いるかな？いるね。いるいる。鬼氷か。まあ、これは、このままでいっか。アームハンマー。守る。じゃあもう一回アームハンマー。これで倒してよ。よし、レベルアップ、レベル52です。鉄壁か。まあ忘れさせません。諦めます。はい、ということで結構時間はかかったんですけど、一応視点王プリムには勝ちました。次回は4つ目かな。4つ目っていうか4人目のね、視点王ですね。次は何だろうね。ということで今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録もお願いします。では、さよならー。